皆さんこんにちは。あなたのキスを数えましょうで大ブレイクした歌手の小柳ゆきさん。2000年以降は日本有線大賞の受賞や NHK 紅白歌合戦に出場、さらには歌手活動以外でも舞台や CM、ラジオなど幅広く活動していましたが、最近ではテレビなどでもあまり見かけなくなってしまいましたね。今回はそんな小柳ゆきさんが干された理由と現在の活動、結婚し旦那や子供がいるという噂もまとめました。それではまず小柳ゆきさんのプロフィールを見ていきましょう。名前小柳ゆき、生年月日1982年1月26日、出身地埼玉県、血液型 B 型、1999年にシングル「あなたのキスを数えましょう You are mine」でメジャーデビューし、同曲が45週連続チャートインするロングヒットを記録したことで大ブレイクを果たした小柳ゆきさん。代表曲は他にもシングル「愛情」や「Be Alive」があり、アルバム「Expansion」がミリオンセラーを記録。あなたのキスを数えましょう You are mine で NHK 紅白歌合戦へ初出場を果たした経歴の持ち主です。以上が小柳ゆきさんのプロフィールです。デビュー直後から大ブレイクし、 NHK 紅白歌合戦に出場するなどトップアーティストとして活躍していた小柳ゆきさん。しかし2003年頃から姿を見ることが少なくなり、2005年にはオリコン100位という人気の低迷を迎えました。テレビ番組でのプロモーションもほとんどなくなり、巷では小柳ゆきは干されたと話題に。人気の低迷以前に干される理由があったのか、小柳ゆきさんの当時を調査しました。小柳ゆきさんが干された理由について、報道やネット上では小柳ゆきが干されたのは天狗だったからだと言われています。デビュー当時17歳だった小柳ゆきさんは、デビュー曲にして大ブレイクを果たした結果、わがまま放題の傍若無人な振る舞いをするようになり、音楽業界から干されたというものです。当時の報道によると、ツアーでの宿泊ホテルは絶対にスイートルームを指定し、お気に入りのミネラルウォーターが用意されていないと、マネージャーを怒鳴りつけるといった天狗状態だったと言われています。小柳ゆきさんは、大手芸能事務所バーニングプロダクションの所属だったため、周りも扱いに困り、結果的に所属事務所からもお給を据えられる形で仕事が減らされました。プロモーション予算も減らされたことで、小柳ゆきさんの姿を見ることが少なくなり、最終的に干された状態になったというのが小柳ゆきさんが干された理由と言われています。しかし2013年頃、小柳ゆきさんが干された件について新たな情報が報じられました。その記事によると、天狗状態と言われていた過去とは全く逆の説が語られています。小柳ゆきさんは突然脚光を浴びるようになったことに戸惑い、売れても調子に乗ることができず、夢中で仕事をこなしながらも華やかな音楽業界に馴染めなかったという内容です。小柳ゆきさんは幼い頃から歌手デビューを目指していましたが、いざデビューしてみると、歌手は歌を歌うだけが仕事ではなく、歌う以外にも多くの仕事があり、イメージと違ったことで戸惑うように。その結果、自分は本当に歌が好きなのかと考えるようになり、一旦歌から距離を置くために半年間休業し、イギリスに渡ったことが明かされました。その後、イギリス・ロンドンで4ヶ月間を過ごし、日本に戻ってきた小柳ゆきさんですが、帰国後も人気は戻らず、低迷は続きました。2005年1月にイギリスに渡り、ロンドンで4ヶ月間を過ごした後、帰国後の4月にシングル「最後に記憶を消して」をリリースした小柳ゆきさん。この曲はオリコンチャート最高100位と売り上げは振るわず、その後予定されていた新曲が発売延期になるなど、歌手活動は順調とは言えませんでした。また2006年にリリースされたシングル「誓い」のジャケットではセミヌードを披露。その後、ジャケットのセミヌードがきっかけとなったのか、デビュー15周年の時には写真週刊誌でグラビアに挑戦しています。歌姫と称された小柳ゆきさんのグラビア挑戦、そして目立った音楽活動の少なさ、これらが影響して小柳ゆきさんの迷走がファンの間でも話題になり、干された説はさらに拡大することになりました。もう一つ、小柳ゆきさんが干された理由に、結婚して旦那と子供がいるため露出がなくなったと噂する声もありました。小柳ゆきさんの結婚、旦那と子供について調査したところ、小柳ゆきが結婚したという情報はなく、この説はデマであることが分かりました。小柳ゆきさんは現在独身で、結婚歴もないということですが、アラフォーで結婚していないとなると結婚願望はないのでしょうか。これについて調べたところ、小柳ゆきさんにもしっかりとした結婚願望があるようです。以前
小柳ゆきさんは取材で結婚願望について語っていて、子供が欲しいのでいつかは結婚したいとのこと。好きな人と結婚したいというよりは、子供が欲しいから結婚したいと言っているような感じですね。そうなると今後、最も早く結婚したとしても、小柳ゆきさんは40歳、子供を産む場合は高齢出産となり、いろいろな問題が伴いますので、結婚願望があるのであれば一日でも早く結婚してほしいですね。さて、干されたと話題になっている小柳ゆきさんですが、実は現在も精力的に仕事をしており、音楽活動はずっと続けています。2018年にデビュー以来、所属してきたバーニングプロダクションから独立することを発表し、デビュー20年目の節目に事務所を退社して独立したことを発表しました。独立後も音楽活動を続けており、ビルボードクラシックフェスティバルでオーケストラと共演したほか、 IBSA ブラインドサッカーワールドグランプリでの国歌斉唱、東日本大震災の復興イベントなどにも出演しています。2020年8月には自身初となる無観客生配信ライブを開催しました。このライブは2020年7月リリースされた13年ぶりのオリジナルアルバム、スフィア級宇宙のリリースを記念して開催されたものです。新型コロナウイルス感染拡大の影響で無観客生配信の形にはなってしまったものの、代表曲あなたのキスを数えましょう、愛情を筆頭にアルバムからの楽曲も初披露してファンを楽しませました。芸能界から干されて消えたと言われていた小柳ゆきさんですが、歌手活動をやめたことは一度もなく、現在も様々な仕事に挑戦して音楽活動を続けています。2021年4月には女性ロックバンド翔也がプロデュースするロックフェス、ナオンのヤオン2021に出演、女性ミュージシャンのみの出演者により日比谷野外大音楽堂で開催されるロックフェスで翔也を筆頭に葛城ゆきさんやファーストサマーウイカさんなども出演者に名を連ねました。また東京 MX で放送されている音楽番組アーティストシャープ18ファイルへの出演も。この番組は歌とトークでアーティストの素顔と魅力に迫る東京 MX の音楽番組で、小柳ゆきさんが音楽との出会いや楽曲にまつわるエピソードを披露、最新曲プレルードの歌唱も放送されました。現在も精力的に仕事を行っている小柳ゆきさん、2021年6月からは埼玉県の行田市産業文化会館ベルプラスを皮切りに全国のホールを回る全国ツアー、ロストアニバーサリーツアースフィア級宇宙2021が開催されました。この全国ツアーは2020年7月に発売されたアルバムスフィアから級宇宙からを引っ提げたデビュー20周年記念ツアーです。当初はアルバムリリース時に行われる予定でしたが、新型コロナウイルスの影響で公演延期となり、今回新たに感染症対策のガイドラインを徹底した上で開幕することになりました。全国8都市8公演を行い、最終公演は東京国際フォーラムホール C で公演されます。小柳ゆきの6年ぶりとなる全国ツアーに、ファンはもちろん小柳ゆきさん本人もやっとツアーを開催できることとなり、とても嬉しい限りですとコメントを発表していました。このように小柳ゆきさんは現在も新たな楽曲のリリース、音楽番組への出演、ロックフェスや全国ツアーの公演など多くの仕事を行っています。露出が減ったことで干されたと言われることもある小柳ゆきさんですが、現在は自分のペースで音楽と向き合い、今も応援してくれるファンのために音楽活動を続けています。小柳ゆきさんの今後の活躍も期待したいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。